15世紀半ばから17世紀半ばまで続いた大航海時代。1960年代に大航海時代という言葉を命名した日本の歴史学者である増田芳雄氏は、大航海時代はポルトガルによるセウタ攻略が行われた1415年に始まり、30年戦争が終結し、ロシア人探検家のセミオン・デチニョフがユーラシア大陸最東端に到達した1648年に終焉したと定義しています。ポルトガルは1460年頃には西アフリカのシエラレオネ付近にまで進出し、その後発見したアフリカの南端の岬を希望峰としたバルトロメウ・ディアスや、初めてインドに到達したバスコ・ダ・ガマなどによる東回りインド航路の開拓はヨーロッパの歴史において特筆すべきものに。ポルトガルの航路開拓はその後の発展にも大きく寄与したと言われており、ポルトガルに遅れを取ったスペインは西回りのインド航路を開拓しようと、コロンブスが新大陸である北アメリカ大陸に到達したり、マゼランが太平洋を横断して地球が丸いことを証明したりしました。相次ぐ海洋への進出は交易も盛んにし、各地域で発展した交易圏は時代とともに互いに接触を深め、交易ネットワークが構築されていきました。さて今回は海外の歴史をも大切に守る日本人についての話題からです。大航海時代を牽引した国の一つであるポルトガル、ヨーロッパで最初に海路で日本など東アジアとの接触を持ち、鉄砲の伝来やキリスト教の布教、南蛮貿易など当時の日本に大きな影響を与えました。1467年に発生した応仁の乱など戦いに明け暮れる戦国時代に突入した日本に、南蛮貿易は先進的な文化や武器、そして膨大な富をもたらす結果に。またポルトガル人から伝えられた料理は南蛮料理と呼ばれ、チキン南蛮や南蛮漬け、南蛮菓子など現代でもよく口にするものとして残っています。また徳川家康の晩年にはポルトガル人の寄港は平戸や長崎に制限され、その後日本に残っていたポルトガル人は出島に隔離されていたこともあり、特に長崎県とポルトガルとのつながりは非常に強いものに。そういった歴史的背景から、長崎市の諏訪神社の祭礼である長崎くんちは今でもポルトガルの船である南蛮船の姿が見られ、今回ご紹介させていただくサイトではその際の様子を収めた写真が取り上げられており、これを見たポルトガルの人々からは感動の声が相次いで寄せられています。ポルトガルの来航があったからこそできた日本の文化も多くありますし、ぜひコロナが落ち着いたら長崎に行き、その歴史に触れてみたいですね。寄せられた反応をご紹介しますのでご覧ください。素晴らしく美しく感動的な光景じゃないか。ポルトガルが日本の歴史に影響を与えていたとは。世の中にはまだまだ知らないことがたくさんあるんだな。こういう情報と出会うとそのことを痛感するよ。もし日本との絆が今でもずっと強いままだったら、僕らは日本から多くのことを学べたのにね。それにしても昔のポルトガル人はすごかったな。当時にあんな遠くの国にまで行ってたんだから。ポルトガルにいい印象を抱いてくれてるんですね。私たちを愛してくれてどうもありがとう。ポルトガルもかつては強大な国家だったことがわかるね。だけど今はどうだ、ちっぽけな国じゃないか。長崎にはポルトガルのシンボル、バルセロスの御鳥もあるぞ。長崎の美味しい名物にカステラがあって、これはポルトガルに源流があるんだ。長崎で実際に食べたことがある。でもその時は日本的な名前だったわ。一般的にはカステラみたいだけど。天ぷらもポルトガルの料理が元になってるよ。ポルトガルの影響が今でも残ってるなんて感動した。動画を見て胸を揺さぶられたよ。彼らはポルトガルの文化を最も愛してくれている。ある時期には世界の海を実質的に支配していた。今では強大なポルトガルは去ってしまったけど、その歴史をポルトガル人が忘れることはできないよね。この国の歴史を誇りに思うのは悪いことじゃないけど、ブラジルを植民地にしたことは誇れる歴史ではない。こんな風に尊重してくれてるなんて嬉しいな。これはポルトガルの歴史に対する賛美歌のようなものだ。俺はてっきりポルトガルと日本がつながってたのは長崎じゃなくて織田のいた名古屋だと思ってた。日本人はポルトガル人よりも歴史を尊重する国民なんだな。
ちなみに長崎はポルトと姉妹都市、日本人は過去のポルトガルに大きな敬意を抱いてくれてる。自分は実際に2003年に長崎に行ったんだけど、パウロ・ミキたち殉教者のモニュメントがあったよ。ポルトガルカトリックの遺産が残ってるし、絶対に行ってみることをお勧めする。これはポルトガルに関する美しい物語だ。ありがとう日本、感動したよ。ポルトガルの歴史は豊かだね。この小さな国が世界に名を馳せ、グローバリゼーションの扉を開いたんだ。それは世界史の中でも驚異的なことだと思うんだ。ありがたい、なんて美しいトリビュートなんだ。今でもポルトガルを愛してくれてありがとう。